はい、どうもオードリー・ヘップバーンです。今日もよろしくお願いします。本日はですね、私また新しいゲームをちょっとプレイすると言いますかね、まあこれはもしかしたら待ち望まれていたものかもしれませんけれどもですね、この続きは本当に見たいと言われていたゲームがですね、ついに発売されたということででして、私プレイしたいと思います。早速タイトルをご紹介いたしましょう。今回私がプレイいたしますゲームはこちら、Little Nightmare 2ということでね、まあこれはもう皆さんご存知でしょうけれども、まあ1をね、私過去にプレイさせていただきまして、やっぱりこれはね、この私も気になっていたゲームでございますから、プレイしていきたいなということとですね、まあ一部の方は気になっている、まあお知らせみたいなものもあるかと思いますんでね、そちらは最後の方をね、ご覧いただければ少しまあ分かっていただけるかなとも思いますんで、ぜひこのね、暗黒のと言いますか、暗きしかしながら可愛い世界に皆様も魅了されていただければなと思います。では、かなりですね、寝起きのプレイではございますけれども、本編をご覧いただきましょう。どうぞ。あー、始まったんじゃない、ほら、これだいぶ久しぶりですけどね、まあ私はあのプレイしたことございますからね、一応ね、あるんですよ一応。すごい汚いけどね、この部屋は。体に悪そうやね、なんかね、体に悪そうや。あ、ほら、ものすごい下向いてるわ。ものすごい足元が気になるドアや、ほら。低い、ほんでお前、ノブの位置が。の。あ、始まった、ほら。始まりました。これが今回の主人公だよね、これな。これで今回ね、コントローラーでちょっとやってみているんですけれども、え、なんて、なんか言うた、はい、やって、なんか喋りよるこいつ。これはこれなんかもったい声できひんの、これもったいへん、それなあ、はい、じゃないの、ほら、それもったいへんかって言って言うてるおじさん、これ、ほらな、蹴ってやんか、今足当たられへんかった、こうやってこうやって動く、これなんやほら、これ見て、これミディクロリアも多いから、ほら、多分きっと。フォースの力使えて、ほら、こうやってほら、フォースの力、これ。戦うぞって時は、これ、ファイティングポーズ、ほら、ファイティングポーズされる。ファイティングポーズって、これ何か分からない。まださらにこう、ぐっとこう、一回こう、踏ん張る力がもう入る。何が何か分からへん、全然。誰よりも先にプレイしたはずやのに。あ、なんか持って出てきたよ、ほら、これ見て、ほら、かわいい。何持ってんそれ。何それ。見せてよ、おじさんに。近く、おじさん見せて。光当ててあげて、ほんでこの世界も、これもう赤見えへん、これ何これ、なんか嘘だ、何ほら、これなんか分からへん、俺持っていこう、ほんだな、自分子供、それ子供や、ほら自分頭を持っていく、アンパンマンみたいな顔変えてもらえるわ、ほな、な、よかったよかった、ほら全然栄養素足りてませんみたいな、足首して頑張って、ほら痛い、いやって言って、ほら、ん、鼻詰まってしゃあないよ、なんか知らんけど、元からではあるが、これこっちに、あ、これこっちに行くやったっけ、お、こう、あ、全く覚えてないな、おじさん、これどうしよう、これこっちにこう、こっちにこれこう掘れへん、これ、うわ、めっちゃ上手やん、めっちゃ上手やんけ、この野郎、うわ、こう、あってほら、ギーってしてる、ギーってして興奮して、猫トイレした後みたいにギーってしてギーってほら、いや、ほら、あー、うまっ、やっぱりゲームがうまいものね、おじさんは。ここはおいおい、閉じ込めてあげる人、新しい顔、これ閉じ込めてあげられへん、これなんか押せたりとかせえへん、これ違うよ、そんな持てへんやろ、自分で踏んでんのに、取っちゃったかな、なんかまだそんなびっくりポイントはなかったと思うねんけどね、確か、あ、ここ入っていかなあかんちゃう、これ置いとこら、そう、うん、そうそう、これほら、ここはこうやってグッと上にだって、ほら、R に押しながら L で引きずんねんて、引きずる、おおお、ほら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 、こうほら、あ、持っていこう持っていこう、ほら、これしゃがめる、あ、これしゃがめる、ほら、これしゃがんでこうやって、ほら、いけるで、これ知ってる、みんな、うん、ここまだチュートリアルって感じかな、ほんだ、あ、ほら出てきたで、これほら、これ何やったほんで、それはその目みたいな、何それ、目、それ、そのとこ目ついて、固め、そのついた、便利やな、ほんだ、360度カバーできるね、ほんだね、いいわ、尺的に向いてると思う、ほんだ、戦争の時な、
一番最初で戦争の時鉄砲弾だったから、あー靴やほら靴や靴やどけ靴これ靴これ履けへんほんなこれ靴これほいほら靴これほいあーほらあー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 見てほらこれあれなんかこれなんかなってるんちゃうあれ人間じゃないあれ手足出てるやんほらあれなあおぞましい姿になってるやんほらこれこれ何なんでこれこんなんしてんの食べんの誰か食べるんちゃうあれ多分なああれおぞましいなと思うやろでも人もそうしてんねでな人もそうしてんねから食生活するってことはそういうことなのなこと人間だけそうなったらかわいそうみたいなこと言うやろそんなことないから人間もかわいそうなことばっかりしてるからはよあげてほんでそれをそう新しい顔はよあげよあれにバイバイってバイバイってバイバイって言うてはーいあバイバイって言うてな、こうごちそうさまでしたごちそうさまでしたやなこれちょっとまたこのストーリーの世界観みたいなものがねあれですけれども今から少しずつ少しずつこの世界観が分かってくるのかもしれないね今回は脱出とかそういう感じなのかどうなのかみたいなところもねまた出てくると思いますからね私は一回ねここプレイしたことがあるのでそのなんていうかなまだここは襲ってこないっていうのはねちょっとまだ分かってるんですけれどもしかしながらねこの後に皆さんもねびっくりするような襲われポイントがおそらくあると思うんでいいのかほんとこれだからそれいいのそのこっちに投げるのやめてそれやぶらかぶれなんでやめようよっしゃこれ持ってきた持ってきたほら持ってきたわあちょっと待ってこれほら罠やねんこれ見てごらんこれ おじさん覚えてないわ全くこの罠なんかあるんちゃうそれこれこうやって押してごらんこれこれでほら足でこう足で押してこれ引っかかったこの中で出てきたほらはいざまあ余裕おじさんもな32年生きてるよってになかなかそんなことではびっくりはせえへんでってやろなんでやと思う一回経験してるからやせやろほんでこっち通れんのかいってほんでこっち通れるんやこれ中なんかあんのこれ中なんもないほら見てごらんそのとこそのあなんかあこれあほらキャッチミー冬キャンみたいになったほらちょっとキャッチミー冬キャンみたいになってるほらんちょっと何言ってるか分からへんと思うけどね先進んでいこうあこことかもほらこれなんだこれね分からへんなあちょっと待って待って待ってあの上にほら紐みたいなのついてるあれあの紐みたいなこもう潰したらそれあの上の紐みたいなあれ何あれなんかするんちゃうかあれなんかするんやと思うねんけどなちゃうかちゃうな多分ちゃうなえちゃうかあんなでも近距離的にあれあるってことはでも登れへんもんな絶対多分これをこっちに引っ張っていくんやっていうのは分かんねえけどまあええかまず行こうかおっしゃほらやってやんいけたよいしょ新しい顔だよ持ってほら新しい顔だねーってんそれ木木製何製なんやろこれ木製っぽいなほらでもこの四角ほら見て大切そうに書かれてよこれこれバレンタインのプレゼントやなバレンタインのプレゼントですこれんなんだんなんだなんだなんかいけないぞえ嘘やん何ここえこっから新しい顔持っていけへんねんってほんまにえこれ新しい顔じゃなかったらいけんのうわ新しい顔じゃなかったらいけるうわ新しい顔じゃお前さよならバイバイぐらい言わせるようわうわっうわっえはいはい走れってことやろ走れってことやほらああほら危ないやっぱああよいしょほらああせっかく新しい顔あったのにもう新しい顔なくなりましたそしてやる気もなくなりましたああこれなんだほら新しい顔それ新しい顔違うのかなあ、あかんえ、なになになにって顔してほらえ、なになになにって顔してるあ、俺の携帯みたいな顔してるほら誰かの携帯が流れた時俺の携帯じゃないだろうとは分かってはいるが俺の携帯かもしれない時の動きえ、俺の携帯え顔してほら
どうやって行くの？なんでもいいけど、ほんでどないして行くねん、これ。これ行った？青井さん。行ってないんちゃう？あ、ここや、ここや、ほら。見て、これ 2D のように見えて 3D でもあんねん、これ。ここはおじさんやりました、実は。こう持ってこうや、ほら、うまほら、やっぱり稲葉って感じ。ん、あ、こことかもほら、こことかもこうぐるん回すんちゃう、これ。ほらぐるん、おお、すごい。ほら、全身を大きく使ってラジオ体操の動きみたいに、これこれ戻ってくるんで、これ絶対下から戻ってくるから、向こうの方が重いから。だからこれをこうして、こうや、ほら、はい、うますぎる、わろたー。もうみんなケタケタやな、なってるやろ。どこら辺までプレイしたかなあ。あ、これ、これはね、これは普通にこうサクサクサクっとこう行くんやったと思うんだけどな、多分。ここはまだプレイした 範疇やと思うねん、俺。え、そんなん言われたらおじさん無理やけど、ほんなら。おじさん、ここ、あ、違うやん、ここやん、ほら、もう。これちゃん、これ、これやん、ほら。あ、これやんっていうか、これ、これ、もうここ降りれるやん、もう全然違うやん、何もかも。ここ登れるんかな、ほんで。すごい BGM 流れてきたけど。で、こいつの名前決めなあかんやな。過去作では私は、こう、なんか、なんでか知らんけど、大前雄一っていう名前にしたんです、彼を。彼というか、彼じゃないんですけどね、彼ってあって。名前何にしようかな、じゃあ。越田美希夫にするわ。越田美希夫です、よろしくお願いします。越田美希夫さん、ほら、あ、越田美希夫さん、これほら、あ、飛んでた。お、靴置いてたよ、ほら、赤い靴やろ、赤い靴、この生きたあれやろ、生きた青い靴やろ。他はこれ全部靴持っていく。この靴だけほら、えらい大きいわ、見てごらん。これは声も出へんの、これ。これ何、生レバー。あ、これ生レバー、ほら生レバー、おい、生レバー、おい、おい、生レバー、おい、おい、言うて何がしたいの。それ申告されへん、うちにやめときな、販売すんの怒られるからな、国に。これなんか1個ぐらい靴持ってったらいいんちゃうの、これ。1個ぐらい靴持ってったらあかん。あ、また、はい、また、はい、罠はっきり分かりました。皆さん、これ分かる、これ、ここ、ここにほら、これ、これ紐あんの分かるかな、この下に、これこの下にこれ紐があって、この紐のところでこれなんかこうな、罠が多分どうせあるから、だからおじさんはこうね、こう見えて大学出ています、こうや、ほらほらな。だってやったことあるもん、おじさんは。ごめんやけど、ここやったことあるんですよ。こっちは何、あ、これ見て、これトラバサミちゃうん、これ、ほら、これトラバサミや、これなんか罠やな、多分。あ、こんなあからさまにこんな罠置いてあったら、これほら見てごらん、これバイキンマンの歯みたいになって、これバイキンマンの歯、これ、これだから、これトラバサミっていうね、これな、これが多分罠で、これに引っかかるなってことやろ。あ、ほらこれ見て、ほらこれなんか引っかかったるやん、これ。お、引っかかったよ、ほら。おお、あ、取った、あ、取った、これ、ほらこれなんか、これ触れへん、これ。うわ、すごいやん、ほらこれ見て、バンバンって、これガノトトス倒せるやん、これやったら、ほら、いや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 、はっきりガノトトス倒していくか、これで。いやうわ、もう倒せんなったし、なんか頭に当たったしまあもう終わりよ、もうガノトトス倒しました。あ、まだ出てきた、いった、また出てきた、ほら、これバーサスガノトトスのこの体験、これで、こう、いやー、ほら、これ、こ、ここでこう、わー、こうやって、ほら、こ、おお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 お、なよ、え、そんなんあったん、それは知らんかったけど、おじさんも。ここら辺になんかあったりとかせえへんの、これ。これなんか取れたりとかせえへんの、これ。これ取れたりせえへんねんって。ここ、いや、これな、これな、これしゃがんで、ほらほら、見てごらん、見てごらん、ほら、うわ、おっ、なんや、うん、何してるんですか、うん、なんか踏んづけてるんですか。あ、待って、これなんか、これなんか、あっ、うなに、え、説明してくれて分からん、全然。これ何、え、これが何か分からん、これ何もできひんの、これ何それ。ほら、おいって、おいって言うて、言うて、言うてるやん、ほら、うちの、うちの越田美希夫が、ほら、え、大丈夫それ、うん、脈なし、五輪中です、えな、おっしゃな、思い知ったか
はい、大丈夫。あかん、あかんて、みんなあかんて、これあかんて。あ、なんか急にロボットが刺さった。お、お、急にロボットが刺さった。あ、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 ほら、はよするから。まあ待てよ、俺もゲームこうってやってんねんからな、楽しませえや。ここやろ。いや、分かったよ。ここにこれあるってことやろ。そのトラバサミがここにな、俺をバサんでくるってことやろ。分かった。ここ松ぼっくりは、ほら、ここ松ぼっくり、ほらバサんでみよお前。あ、ほらバサめ、松ぼっくりよ。バサまへんのかお前は。これなんか、これこうやって掘るってこと、これ。あ、違う。え、これでなんかチェックするんやと思ってんけど、違う。あ、ほら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 、ただこれで用意周到におじさんは何個もなると思って。ほら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 、な、おっしゃ。ほんでこれこっち側登って、ほんでこれ右側に行けってことやろ、違う。あ、危ない。おお、ほらな、よし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 、順調順調、だいぶサクサク進んでると思うもん。やっぱり2回目だけあって、あら、綺麗な草原とこ来たわ。ほら、もったいないね、それかぶってんの。かぶってんかったらもっとよく見えると思うけどな。あ、これほら、鳥の巣箱とかもあるよ、これ。これでも罠を仕掛けてたってことは、罠を仕掛けてる誰かがいるってことやろ、要するに。それを食べてるってことじゃないか、おそらくは。だから人間ってことなんじゃない、一応。ここ?あ、ここから入れるみたい、ほら。これ?ん?あ、開いた、ほら。うわ、キッチンや、ほんだよ、これ。よりにもよってキッチン。あ、これタバコ吸わはんの、これ。ここタバコ吸わはるみたい、ここで。あ、瓶持った、ほら。瓶も出たわ。なんか知らんけど。あ。おっしゃ。瓶持って向こう行く、これ。ん?なんでこんなとこ来てんの、自分、ほんで。あれ、いろんなとこ行けるよ。あれ、おかしいな。あれ、そんないろんなとこ行けたらおじさん困んねんけど。したい目的何一つなく。これは?これ何?キョンキョンって言われても、帽子はポーズメニューで装備できんねんて。え、待って、帽子なんこれ。帽子や、帽子、これ。え、これ買えねんて。え、顔見れるんちゃう、ほんなら。見せ。うわ、見て、なんかほら、思ってるよりシュッとしてる、ほら、思ってるよりシュッとしてる。これにする、やっぱり。こっちとこれの方が愛嬌あったわ。ごめんけど。あ、これすごいよ、ほら。うちのシェフからです、どうぞっていう時のこれ、ワインの持ち方見て、ほら、これ。この下の底の部分だけ、右手のこの底の部分だけ持ってワイン入れねんで、ワインって知ってた?なんでかわかる?熱が伝わらへんためにやで、ワインに。ワインがぬるくなるやろ?いや、これこっち行けへんわ、これ。こっち行けへん、これ。うちのシェフからのこれ、ほら、いいワイン入りましたよ、なんですけど、これ。いりません?いらんて。よっしゃ、持っていこう。ん?え、これ。入れへんの、これ。あ、ここ入れた。あ、俺のワインは?俺のワイン取れへん、これ。俺のワール。俺のワール13世は、俺のワール13世持っていけへん。うわ、最悪、俺のワール13世持っていけへんねんって。そんな風にはせんでもいいけど。お、階段や。あ、オルゴール鳴ってる?これそろそろ生き物出てくる可能性ない?あるかと思うねんけど。ん?オルゴールじゃない?これは?これ持ってる?あ、これ持てる!ギーッ!え?そこ?え?そこ?うーわ、俺もう一回ガノトと伝わせる思ったのに。失敗した。あ、これか。これがなんか必要なやつ、これ。これ頭にするんちゃう?違う?頭にこのつけてごらん、ほら。アンパンマンみたいなのは、よりアンパンマンに近づけるわ。今、食パンマンみたいやけど。うわ!なんか回してる、あいつ!オルゴール回してる、ほら!これ、何、どうしたらいいの、これ。これ剥がすんか?あ、違う、剥がすんじゃない。なんかで壊すんや。これをなんかで壊すのは分かったんだけど、あれ、何で壊すんやろ。ちょっと待って、これ持って行っていい、ほんだろ、これ。こっちか?あ、あれや!これ左のやつや。ちょっと待って、じゃあこれいらんわ。じゃあこれ何?じゃああれは何やろ?これ持てへん?これ。ギューンドンやろ?ただここであれを取ったら、もう、あれ取りがちやろ?
素人はごめん取りがち、でもプロはそこで違うで、見つけてしまうで何かを。ここでオッケー、何もないみたい。よし、バーンな、ほら、うーわ、これ大ダメージ入るわ、マジ V 破損入った、これほら、バーン、いやー、ほら、だいぶ暴れてるやん、こいつ人んちで、いやー、おー、やるやん、待ってな、お前の首取ってやるわ、うわー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 、逃がすか、早く出てきな、殺してくれるわおいで、ほら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 おいで、殺してあげるよ、あ、こま、わ、この野郎、くそ、逃したか、獲物を。ほら、恐れて行ってしもったわ、これ、これマシや、ほな、これ回さへん、腰だ、腰だ、ギターみたいに抱えるのやめろ。右手がギターみたいになってるわ、なんか。弾けへん、そう、そっちは。よりにもよってそっちは弾けへんわ。これ、あの子閉じ込められてたんかな、もしかしたら。これ、あの、囚人がね、特に何もすることない時の数え方なんですけど、1、2、3、4、縦に書いてるでしょ。ほんで、横に一線入れて、これで5っていうね。5区切りを、1、2、3、4、5で書いたら邪魔くさいから、正しいみたいな。日本の正しいって書いて5を測るみたいな感じのやつ。これをしてたから、なんか閉じ込められたんじゃないかな。あ、向こう行ったやん、ほら、あの子。待て、この野郎、あんにゃろう、逃げ回りやがって。こっちか。あ、お前絶対逃がさへん、悪いけど。容赦なく追い続けるから、腰だわ。この世の果てまで追いかけま、おお、びっくりした。うわ、見て、ほら、あのお母さんだいぶコロナ意識してるわ、ほら、右側で。大丈夫ですか？見てごらん、これ何食べてんの？これ何？お母さん、これ何？ほら、これな、なんやこれ、なんかに入れてんのこれ、袋に。まだこうできた手ほやほや、これこうできた、ほら、はいはい、食べ、ほらほら、食べへんの？あれ、これ死んでんの？こいつは、はい、食べ、お前。あ、お父さん、ちょっと待って、お父さんのやつもほら持てるやん。お父さんのこれ何？あ、これはあれちゃう？多分ほうれん草ケーキやんな、ほうれん草ケーキ、ほら、お父さんこれ食べ。あ、何してんねんお前、何してんねん、なんだなんだお前、おらは、なんだお前は、なんだお前はなんだなんだお前はなんか知らんけど全部に喧嘩を打っていくやん、腰だな、腰だ、そういうやつやから。この距離見て、ほら、この距離でガン切ってるのが、これ、あの子にあの子にガン切ってる腰だからのロボットダンス、急なロボットダンス、ほら、急なロボットダンス入るやろ、これが腰田のお前やり方、腰田のやり方。ほんとどこ行った、あいつ。俺はっきり君を追う理由とかないんよ、わからんのよ、おじさん。ん、あ、なんか持ったやん。うん、手伝ってほしいの、それを。なんかわからんけど、それ、うん、ちょっと待ってな、おじさんにも、おじさんのあれがあるか。ん、なんや、何がヘイやねん。うん、何、じゃあおじさんこの周りのやつ見たいのよ。おじさん、じゃあおじさん周り、それもしたいけど、おじさんそういうやつもしたいけど、確かに。これいらん、これいらん、これプスプスプスって、ほら、開いた、ほら開いた、プス、え、ああ。うわ、お前、そう、俺の足ちぎれてどうしてくれんの、俺の足ちぎれてどうしてくれつもりやったよ、お前。あ、なんか、うん、言うてるで。うん、言うてるけど。なんか起こしたんちゃう、ほら、これ持って、これ持って。これ持てって。とにかくこれ持てって。いらん、みたいなことすんなって。これ。いや、俺いいわ、みたいな。やめ、俺いいわとか、そういうのやめろって、お前。ノリ悪いな、お前。ちょ、これ、ほら、これ、ほんといる、これいらん、これ。いや、俺いいわ、やめろって、マジで。何、こっち上がっていけばいいの。え、なんで自分、ちゃい、なんで自分こうへんの、自分がやったんやろ、違うの、自分が、おいって言ってやったんちゃうの、なあ。いや、俺いいわ、やめろったから、なんでお前いいのにお前やって、ほんなら。いや、違うやんけ、何してん、なんでお、違う、なんでやん、なんで俺やねん、なんでお前のために命張ってんねん、俺。
うん、これお来たわ。これか、これなんかするんちゃう。ほら押して押して、ほらほらほら、あ、押した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 。で、何、向こう行けるってこと？これ武器ないか？武器欲しいねんけど、俺武器はないみたい。これほな腰台行くから、よっしゃ一緒に行こうな。ほんなら手つなげへん、これ手つなげるんちゃう。わっ見て、ほら手つなげ、わっほら腰台の、ほら腰台のほら、な、な、お、な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 、お、けん、お、けんかみなってる、なんか知らんけど。おおおお、しかも今見た、おおおお、だいぶ慣れてきた、なんか二人の二人の喧嘩が慣れてきて、ほらほら、これで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 登れへん、これよっしゃ、これせーので行く、せーので行こうな、ほんなな、せーので行くで、はい行くよ、せーの、お前ちょ、お前行け行けって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 、あー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 ああ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 あ、いろいろもうおかしくなってるわ。行くで、もう行くから、おじさん先行くから、お前そこ待っとけ。じゃん、お、あ、大丈夫や、ここ大丈夫、ここ大丈夫、ここ大丈夫、クリアリング成功。あ、これまた上、上上げて、ほんだこれ上、これはちょっと高すぎるな。でも1ちょっと高すぎるから、ここに何かはめなきゃならない。で、そのレバーはどこにあるんだろう。この上にどうやらあるみたいだ。はい、よし、ちょっと待っといてな、そこで。あいつは、あいつは何、あいつの名前も決める。ほんだら、あいつ森田くんにするわ。ほんだら、あれ森田くんな、で俺腰だ、もうで、あの、でんでんコンビって言うて言われてて昔っていうバックボーンでいくわ、設定としては。うわ、ちょっと待って、あれ起きてくるんちゃう。すいません、ちょっとそのレバー今お借りしたくて。すいません、これもらいますよ。ほんだら、びっくりさせてくるって分かってますけど、僕もらいますよ。すいません、お借りします。 うわ最悪、重いやつやこれ。うわっ、うわっ、あ、ぬいぐるみかこれ、ぬいぐるみや、ぬいぐるみやったんや。あ、ちょっと、すいません、お借りします。これ刺しましょうか。の帰ってきたらこれこっち刺すんだよ。ほんなら左手に、すいません。よっしゃ、森田くん、森田くんどこおる？あ、森田くん、森田くん、森田くん、これほら、森田くん、も森田くん、お、オッケー、ナイス、森田くん、森田くん、これ回してごらん。オッケー、オッケー、オッケー、よし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 。森田くん、ぐ、うん？あ、森田くん、森田くんだけじゃ回せへん、これ。森田くん、え、森田くん、そう、でも、え、森田くん、俺な、何したらええ、ほんな。え、わからん、わからん、わからん。え、森田くん、変わって、ほんな、森田くん、変わってよ。変わってくれへんかったら。ね、でけへんって、それ、何？これ、これ、これをなんかすんの？ああああ、こういうことか。おい、行くで、森田くん、見といてな。おっしゃ、行くぞ、でんでんコンビの。ジャンプ！よい！よいしょ、はいはい、よいしょ、はい、よいしょ。めっちゃむずい角度が。まるでわからん角度。よい、よい、よっしゃ！よいしょ、はい、よいしょ！よいしょ、はい、よいしょ！森田くんもやる？森田くんもほらやってごらん。森田くんほら。森田くんやってごらん。ほら、はいはい、行っておいで。俺だこ言っといてよ。ほら、クーッなってるから、ほら、上腕二頭筋クーッなってるから。ほら、森田くん、森田くんやらへんの？森田くんもやったらいいのに、せっかくやったら。はあ、もったいないことした。よいしょ、ん、いや、なんかないないした、ほらないないしたわ。ほなこっちかな。うわ、ちょっと待って、これこれ足じゃん、これ。ほら、あ、これ人やったよ、森田くん。これ見てごらん、これ森田くん、これ人ぞなあ。よっしゃ、オッケー、森田くん、ここなんかどうやら上がれるみたい。森田くん行こう、早く。森田くん、分かった分かった分かった、気になる気になるな。あのカーペットなんで、あんな風にあんなちっちゃいカーペット買ったんやろ、ここのやつって思うな、思うけど。森田くん行こう、ほら森田くん。よし、これで多分もう鍵は持っているから、戻ればいいのかな、これ。戻っていく、いた、これでこっちか。あ、なるほど、ここの鍵か、これ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 開けるんちゃう、ほら。よっしゃ、この子森田くん引っかかったらあかんから、よし行くで、森田くん。わあ、なにこれ、外？あ、外やな。あ、これ足跡ついてるで。でもさっき、でもさ、そんななんか生きてるものを見たことはなかったんやけどな。これ何、ここ、トイレ？これは行けへんのか。え、え、森田くん、え、森田くん、そこ、そこ行け、行っていいの？お、行こうか、ほな。
よいしょ。はい。森田君危ないで。森田君危ない。なんか出てくる。うわっ。なんかおるよ、ほら、森田君。森田君、行っといて、あれ。あれ、シューン、なんでなんか森田君当たったら。森田君、持てへん、これ。ほら、森田君、行こう行こう行こう。森田君、行こう。森田君、ほら、森田君、見てこい。あ、森田君、初めてやろ。おじさん、こうやったことあるから、ほら。こうしやったことあるから、ほら、もう、行ってごらん。一緒に行こう。うわぁ。ほら。なんで森田君、そんな俺にさせんの？ずっとそうやんか。ずっとさ、矢面に立たすやん、腰だよ。森田君、そういうとこあるよな。森田君、このトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたいな、森田君を。なあ、森田君。ぐるぐる巻きにされてみひん、森田君。森田君、これ持ってくれへん？これ。森田君、これ。持ってくれへん？森田君。森田君、ここまで協力できるじゃなかったら、もう森田君、どうでもいいんやけど。せめて森田君、これかぶるぐらいのボケかましてくれんとさ。あ、こっちは？これなんだ？あおい、って言ってるなんか、あおい、って言ってるけど。これ森田君、ちょっとこれ置いといていい？ごめんな。森田君の家宝にする予定やってんけど、これを引っ張るとかちゃう？これ。あれ違う？え、普通にこれ上がっていく感じ？え、森田君、これ無理やで。森田君、これはこうは無理やで、ほら。森田君。あ、森田君、ここであれ？森田君、ここで、ほんなら、もう森田君、いっといて、今度。森田君、おじさん、こうやってするから。はい。なんで俺な、森田君、マジで。ちゃうんかよ、ほんと。せえへんのかよ、ほんと、お前は。これな、何これ押せんの？あ、これ押せるやん、やっぱ。あ、引っ張ることはできひんかったけど、押せんねん。おっしゃ。オッケー、森田君、ここから勝負やから。参るで、いざ参るで、ちゃんと来てこれへんかと困るで、森田君、マジで。よいしょ！ほら。あ、森田君、来て。あかん、森田君、来て、早く。よし。オッケー、森田君、ここから静かに行こう、森田君。言うてる、なんか、もぎってるもん、だいぶ。もぎってる音してる、ほら。うわ、ほら。何や、あいつ。どっから顔かわからん。うわ、ほら、なんか桃もぎってるやん、あれ。桃もぎってるんちゃう。ちゃいますん。大丈夫だこれ。これ、え、このまま、これ静かにしてていいって、あいつ気づかへんってこと？なんかな。あ、すごいやん。一個も先を進まへんね、彼。森田君。あ、どうした、森田君。お？でも、ここ開けるんちゃう、これ。ほら。押せ、おめでとう、押せ。で、ほら。うわ、最悪、見つかった。森田君、見つかった！やばい、森田君、見つかった！やばい、森田君、逃げろ、さあ、ということでいかがだったでしょうね。リトルナイトメア2、今回お送りしましたけれどもですね、まあこの1と変わらず、前作と変わらずですね、とっつきやすいね、可愛らしくも何かダークというね、そういう世界観、これももう皆さんもご存知というか、他の実況者の方で見られたり、自分でプレイされてる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、やっぱこう楽しいゲームといいますか、こっからどんどん怖くなっていくんだろうなというようなところなんですが、ここでちょっとね、お詫びとお知らせという感じになってしまいますが、実は、私ですね、CM に関しましてですね、まあ、分からない方のために私がちょっと伝えますと、私このリトルナイトメア2の、まあ、全国放送で CM をされてるんですけれどもね、その CM に出るという予定だったんでございますけれどもですね、そしてまたそれは伝えたこともあったかというふうに思うんですけれども、私がね生放送でちょっと言ったことがあったんですけれども、今回はその CM に関しましては、私の不手際により、辞退させていただくこととなりましたのでね、まあ、待っていただいてくださった皆様には本当に申し訳ないなというところでございましてですね、ただこの件に関しましては、大人の事情ということがございまして、私からは何もこれ以後一切何も言うことができませんので、聞かないようにね、それだけお願いしますけれどもですね、まあ、ただね、このゲーム自体をプレイするということは叶いましたしですね、私は別にCM がしたいと言われますよりは、このゲームがプレイしたいというね、もともとそのかなり前ですけれども、バンダイナムコさんの一つの企画みたいなイベントみたいなところにお呼ばれして、私プレイしたことございましたから、ちょっとこの続きの動画がどうなるかっていうのはまだ分からないんですけれども、ただこのゲームには何の関係もございませんので、ぜひこのゲーム自体はね、楽しんでいただける、すごくよくできているゲームだと思いますから、まあ、私もまだここまでしかしたことないんでわからないんですけれどもね、皆さんもプレイしていただければなというふうに思います。
と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回の動画もしくはまた違った生放送や動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。